お、ソーラピロ。どうも、アロポリチャンネル管理人のピロです。こちらは我が家のポリプテル水槽です。今回ですね、久しぶりにポリプテルスの動画を撮影しているんですけども、その理由としましては、今回ですね、ポリプテルス水槽のサイズアップをしようと思います。はい。で、理由としましてはですね、はい、こちらです。パーン。A。私がね、飼ってるノーザンバラムンディのアロヘイ君がですね、無事にね、水槽のサイズアップができました。で、以前ね、使用していた900水槽が開くので、それにね、今度はね、こちらのポリプテルスをね、入れようと思います。はい。うん。60でも買えるんですけど、全然。でもやっぱりね、どうせだったら大きいサイズでやっぱ飼育した方がいいと思うん でせっかくね、水槽台もですね、上下段を一応置けるような形にしたので、今回ですね、そのポリプテルスをね、そちらの水槽にちょっとね、移行していこうかなと思います。はい。アクアリウムとしてのね、楽しみもね、増えると思うんで、はい。こうやったらお前ら大きい水槽になるぞ。というわけでね、早速ね、やっていきます。はい、というわけで、とりあえず水をがっつり抜きました。で、一応飼育水はね、捨てずに、キープしてあります。バケツ2杯分で、それプラスね、こっちのポリプテル水槽の水もね、この中に移行したら入れていこうかなと思ってますね。はい、うん、とりあえずね、これをここに運搬しますわ。はい、よし、やるぞ。ローライズ。
はい、ですね、大体まあ注水して、まあ、水回したんですけども、かなりね、まあ、水は OK ですね。はい、はい、かなりね、水もきれいになったんで、今からね、デルヘッジとセネガルをこちらの900水槽に入れていきます。いやー、なんかやっぱこう、最近ね、1500水槽も導入したんですけど、やっぱりね、水槽のサイズだったらやっぱいいっすよね。うん、やっぱりね、大きい水槽の方がね、やっぱ魚もやっぱりいいと思うし、うん、いろいろとやっぱ展望も広がるんだね、今後の。はい、はい、まあ、大体ですね、まあ、30分ぐらい水合わせしました。うん、まあいけるでしょう。はい、というわけで今からね、900水槽にこちらのね、ポリプテルスちゃん2匹を入れまーす。よし、さあ、新しいお家だよー。パッサー、大丈夫かな、とりあえず。はい、とりあえずですね、なんとか無事にね、水槽を移行できました。はい、やっぱり60センチと比べてやっぱね、だいぶ900センチは大きいんでね、これならまあプレプテルスも悠々飼育できると思います。はい、もしかしたらね、またもう3年ぶりぐらいに新しいお魚をお迎えするかもしれませんね。はい、分かんないですけど、うん、ちょっとやっぱ上物買ってもいいのかななんて思ってるんですけど、まあ、とりあえずまあしばらくはね、こちらの2匹をね、またね、こちらの900水槽で飼育していこうと思います。はい、よかった、とりあえずサイズアップできて水槽。はい、いいっすね、やっぱね、このね、やっぱこうガネサとね、トリップのこのコントラストがやっぱ非常にいいですわ。はい、まあ、今後もね、いろんな動画を投稿していこうと思うんでね、よかったら登録と高評価よろしくお願いします。はい、ではね、また皆さん次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。